こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリア eBay に出品する方法ですね。アメリカ以外の eBay の出品方法、オーストラリアに限らずなんですけど、今回は、一応どっかの国を特定した方法ですので、オーストラリアを書きました。まずこれは2通りの方法がありまして、1つは今のアカウントで他の国に出品すると、オーストラリアに出品するということですね。この場合リミットは共通加算されます。例えば今リミットがね2万ドルだったとすると、アメリカで2万ドル使ってた場合ね、オーストラリアに出品しようとしても出品できないです。例えばアメリカで1万ドル出品してたら、オーストラリアで1万ドルまで出品できる、合計で2万ドルまで出品できるという形になります。で、評価はそのままね、今の評価が1700と1700というのが表示されています。で、2番目は新しく他の国のアカウントを作るという方法があります。オーストラリアに出したかったらオーストラリアのアカウントを作るという方法ですね。この場合、リミット、アメリカでやってた実績があればアメリカの実績あるんで、リミットアップしてくれというふうにね、オーストラリアの、口座を開いてから交渉してすぐにアップすることもできると。で、評価の方はゼロから育てていくという形になります。つけやすいのはね、今のアカウントで、そのまま、売れてる商品を他の国にも出すという形だと思うんで、そのケースで説明します。これね、 eBay リミットに余裕があれば、例えばアメリカで売れる商品はね、オーストラリアに出しても売れるという可能性が高いんで、いろんな国の eBay に出すと売れ行きは伸びます。で、かなりあっけない、形でできます。まず右下のね、国のマークが入ってますんで、そこで、オーストラリアの、国を選びます。で、国を選んで、その後ですね、My eBay をクリックすると、ログイン画面が出てきます。この時、普通にいつもログインしているメールアドレスとパスワードでログインすると、そのまま My eBay の、画面に行くと。で、My eBay の画面からは、普段出品しているのと同じやり方で出品可能です。いろんな国ね、試してみたんですけど、たまたまシンガポールやった時は、こういう広告が出ました。画面が違う、どうしたんだと。これね、ただ広告が出ただけなんで、コンティニューを押せば、問題ないです。なんか違うのでコンティニューを押しちゃうの怖いなという場合は、また、わかんない画面が違うの出てきたときに、その画面キャプチャーを取ってご相談ください。こんな形で、他の国で、登録する方法でした。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。